ちなみに、花ちゃんはこのお正月は、うん、エンジョイしたとおっしゃってましたけど、どっか行ったりしたんですか？どっかに。そうですね、旅行は沖縄にお友達と。あら、そう、沖縄いいじゃないですか。行ったりとか。なんか食べたの？沖縄料理食べた。いいな。沖縄そばはやっぱり美味しいね。あー、いいね。海ぶどうもね。あ、海ぶどういいですね。海ぶどうに、ね、醤油をちょっとつけて食べるっていう、 あれだけで俺はもう美味しい。うん、いい食事ですね。何ですか？ちなみにどんちき花澤さんはどんな風にお正月を過ごされましたか？どんちきどんどんどんちきどんどん。私はね、あ、違うな。あれ？ミッチー出てきた。ミッチー、ミッチー出てきたよ。花澤さんミッチー出てきちゃった。嘘です。どんちき浅香さんです今のは。どっちかっていうと。私はね、おいらはおいらだ。ああ、そう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 、それだそれだ。おいらはね、うん、お正月だから、せっかくだから、ね、はい、北海道に、うん、お、北海道に行ってきました、ね。おうおう、あれでももともとどんちき村って東北の方でしたよね、確か。より北に行こう。より北に行って攻めてやんぞ。おうおう、なるほど。村を広げてきたでよ。あ、開拓したんですか？旅行とかじゃなくて開拓？あ、開拓ですか？そうでやんす。はあ、はあ、はあ、北海道に開拓して、どこら辺を開拓されたんですか？小樽運河らへんを開拓したでやんす。おお、結構いいとこですね。結構いいとこ開拓されましたね。そうでやんす。やっぱ北海道でもやっぱなんか美味しいでしょ、物とか美味しいですよね。美味しいでやんす。何が、何か食べられました？北海道って。かまぼこ。かまぼこ。やっぱり北海道のかまぼこが一番でやんす。あー、かまぼこやっぱ美味しいですよね。そういうところで、向こうはやっぱ本場のやつは違いますよね、味がね。そうで。終わる。私これ忘れたんだから。もうやだ。